和田義盛は、平安時代末期から、鎌倉時代初期にかけての武将、御家人。初代侍どころ別島三浦氏の一族で、源の頼朝の挙兵に参加。鎌倉に頼朝の初期武家政権が作られると、初代侍どころ別島に任じられる。自称、呪栄の乱では、源の乗りの軍部業となり、山陽道を遠征し、九州に渡り、 平家の背後を遮断した。平家滅亡後は、欧州合戦に従軍して、武功を立てた。頼朝の死後、梶原景時の編での景時弾外追放では、中心的な役割を果たし、比企吉和の変や畠山重忠の乱などの御家人の乱では、北上氏に組みした。しかし、二大執権、北上義時の挑発を受けて、挙兵に追い込まれ、幕府軍を相手に、 鎌倉で戦うが廃止し、和田一族も滅亡した。館は、若宮王子にあった。旧安三年、三浦義明の子である、杉本義宗の子として誕生。和田氏は、坂東八平氏の一つ三浦氏の氏族で、相模国三浦軍和田の里、あるいは、安防国和田三栗屋に所領があったことから和田を生徒、する。自称四年八月十二日、 三浦氏は、伊豆国で、兵士打倒の挙兵をした、源の頼朝に味方することを決め、頼朝と合流すべく、吉明の子、三浦義住以下500儀を率いて、本拠の三浦半島を出発した。吉森と弟の小次郎吉持もこの軍勢に、参加している。だが、三浦勢が、マリコ川まで来たところで、大雨の増水のために、 とかできずにいたところ、23日夜、石橋山の戦いで、平家砲の大場影地下が、頼朝軍を撃破してしまった。頼朝は、行方知れずになり、やむなく、三浦勢は、三浦半島へ兵を返すが、24日、岐路の鎌倉由井ヶ浜で、平家砲の畠山重忠の軍勢と遭遇して、合戦となった。原平清水期によれば、武勇に流行る吉守が、 畠山の陣の前で名乗りを上げて挑発してしまい、合戦になりかかるが、双方に縁者も多いことから、とりあえず和平がなった。ところが事情を知らない吉持が、畠山の陣に突入して、合戦になってしまい、双方戦死者を出して、兵を退いた。十六日、畑山茂忠は、他の平家法と合わせて、数千機で、三浦市の本拠。 絹沼佐城を襲った。吉森は西の木戸口を守るが、三浦一族は先日の合戦で疲労しており、やむなく城を捨てて会場へ逃れることになった。その際に、89歳と老齢だった祖父、三浦義明は今、この老いた命を武衛に捧げて、子孫の繁栄を図らんと言い、一人城に残って、奮戦して討ち死にした。吉森ら三浦一族は、 会場で頼朝の衆と、北条時政らと合流。二十九日に安房平北た軍領島で頼朝を迎えた。平家物語によれば、この時、吉森は、父が死に、子孫が死んでも、頼朝公のお姿を見れば、これに過ぎる喜びはない。どうか本会を遂げて天下をお取りください。その暁には私を、侍所の別当に任じてください。 和佐助スケだった伊藤忠清が平家から八カ国の侍所別当に任じられ、その威勢を羨ましく思い、いつか自分もと八万大菩薩に祈願いたしたのですと願ったという。九月、安房に集結した頼朝法の残党は最強を図り、各地の武士に参陣を命じた。そのうちでも有力な千葉常タネには足立森長が、 上ズサ・ヒには吉森が使者となった。常種は直ちに挙兵して、頼朝を迎えたが、ヒロは、なかなか応じなかった。頼朝が暗号を発し、房総半島を北上し、地柱を加えて隅田川に達したとき、ヒは二万機の大軍を率いて参じた。ヒロは、頼朝の起業次第ではこれを打ち取るつもりだったが、 頼朝の威厳に打たれて振幅したという。10月、ゆヶ浜で戦った、畠山重忠を含め東国武士が続々と参事、数万機の大軍となって頼朝は、現氏の本拠鎌倉に入った。10月20日、駿河国富士川の戦いで、平これ森率いる平家軍を撃破した。頼朝は、関東の片目に入り、11月に、 日立国の佐竹氏を討ち、吉森と広常は佐竹秀吉を生け取りにした。11月17日に鎌倉へ凱旋し、そこで関東統治のための書記官を設置。吉森は安房での望み通りに侍どころ別当に任じられた。12月、鎌倉大僧の地により友の御所が完成し、その入り後の儀式に際し、 吉森は居並ぶ、御家人の最善に立った。あず鏡では、その後、吉森は、在任の初段や、平家と対峙する、東東御国への派遣などの活動をしている。源の義仲との合戦や、一の谷の戦いの軍中にはその名は見えない。元略元年8月、頼朝の弟の範頼が、平家追悼のため戦意置きを引いて、鎌倉を発行した。 侍どころ別当の吉森は、軍奉行としてこの軍勢に従軍している。範頼の軍は、山陽道を進軍して、九州へ渡り、平家を包囲し、大路を遮断する戦略であった。慎重な範頼は、戦の大将のことを吉森と、よく相談した。ところが、遠征軍は、洋和の基金の悪影響が残っていたために、兵糧の調達に苦しみ、 瀬戸内海を平家に抑えられ、船がなく、九州にも渡れず戦いは長期化した。東鏡原かが略2年1月12日の城には、苦戦を訴えるのりよりの記事があり、その中で、東国の者たちは、すこぶる退屈しており、本国を懐かしみ、和田小太郎吉森までもが、密かに鎌倉へ帰ろうとする始末です。その他の者たちはいるまでもありませんと報告されている。 1>, 1月26日に遠征軍は、平戦の調達に成功し、吉森は、北条義時、足利義金らと文後国へ渡った。文後足屋裏の戦いで平家方を撃破し、平家の背後の遮断に成功する。その間に、源義経は、八島の戦いに勝利し、平家は、長戸国彦島に孤立した。3月25日、 壇の裏の戦いが行われ、乗り寄りの軍は陸地に布陣して、海戦を行う義経の軍を支援した。平家物語によると義盛は、もうえなぎさから遠屋を追いかけ、二丁三丁も飛ばし、平家方を驚かせ、矢に、自分の名を記しておき、この矢を返してみせよと挑発した。平友盛は、平家方の号泣の使い手を探し、伊予国の住人、任一かきよが、 見事に矢をい返して、吉森の自慢を洗った。怒った吉森は船に乗って、散々に戦ったという。合戦は、源氏の勝利に終わり、平家は滅亡した。平家滅亡後、対抗のあった吉常と頼朝が対立。吉常の軍部業だった、梶原景時が残言したのも一因である。吉森は、侍どころ別党、景時は、 時間の書士で、おののが、平家追悼軍を率いるのりより、義常の補佐についていた。義常は頼朝に謝罪するが許されず、刑で挙兵を図るが失敗し、欧州藤原氏のもとへ逃れた。文治5年、藤原秀平の後を継いだ安平が義常を殺し、6月に、その首が鎌倉へ届けられ、義森と影時が首実験を行った。同年7月、 頼朝は、欧州藤原氏討伐の軍を起こす。吉森はこれに従軍し、懐かしんの戦いで安平、国公兄弟は、大敗を喫死逃亡。吉森は先陣を切って、これを追撃し、国公と野戦を交わした。戦後、国公を打ち取った先行をめぐって、畠山茂忠だと論争になっている。九月、安平が、家人に裏切られてその首が、 幕府軍の陣中に送られ、吉森、重忠が首実験を行った。研究元年9月、頼朝の上落に際して吉森は先陣を賜った。12月1日、右この大将廃画の随病7人のうちに選ばれて3人の愚部をした。さらに、これまでの勲功として、頼朝に御家人10人の成功推挙が与えられた時、その一人に入り、 左衛門の城に任せられる。研究3年、侍どころ別当職を、梶原影時と交代。東鏡によれば、影時が、一日だけでも、と吉森に頼み、所領へ帰る暇のついでに職を預けたが、影時の勘計りごとによってそのまま奪われてしまったと、いう。研究10年正月に、頼朝が死去し、源の頼家が二大将軍になると吉森は、 宿老として13人の合議制に入れした。10月、梶原景時が結城智光を残言する事件が起こる。これを知った、御家人たちは激怒し、吉森や重帝、三浦吉村ら諸将六66人の連署での梶原、景時断崖状を作成して、大江広本へ提出した。広本は御家人間の構想を恐れて、しばらくこの断崖状を止めていた。 11月になって、それを知った吉森は、御所で広本と会い、貴殿は、関東の総賀地目として、長年働いてきた。影時の権威を恐れて、諸将の鬱憤を隠し立てするのは、法に違えるのではないかと激しく質問した。やむなく、広本は断劾状をより家に披露した。影時は失脚して、鎌倉を退去し、 翌正時2年正月に討伐されて滅びている。同年2月、影時の失脚によって、吉森は、侍どころ別当に復職した。兼任3年、北条氏と比企氏との間で抗争が発生。比企氏当主の比企吉和は、より家の愛称で、着難一万を生んだ若狭局の父で、県政を振い幕府の実力者、北条時政の脅威となっていた。 より家が病に不識得状態にあった9月2日、時制は吉和を暴殺。引一族は、一万と赤砂局を要して、正御所に立てこもった。北条氏は台、二味代、法上政子の名で、御家人に、引死討伐を命じ、侍どころ別島の吉森もこれに参加して、引死は攻め滅ぼされた。9月5日、既得から回復したより家は我が子。 一万と衆都の引きしい一族の滅亡を知って激怒し、吉森と新田忠常に当てて、北条氏討伐を命じるご教書を書き、堀近四家に使いさせ、届けさせた。吉森は、資料の上で、このご教書を、北条時政に届けた。堀近四家は捕らえられて殺され、新田忠常は、北条氏によって滅ぼされた。9月7日、頼家は、 将軍職を奪われ出家させられ、伊豆修禅寺へ追放された。代わって、弟の佐根友が将軍職に就任し、次世は初代執権に就任する。元旧2年6月、北条時政の策謀により、畠山重忠に無本の疑いがかけられ、次世の着難の義時を総大将とする討伐の軍が発せられ、吉森も一手の大将軍として出陣。 幕府の大軍を前に主ゲタだとその一族は滅ぼされた。その後、自制は、サメトモの配立を格索するが政子と義時が同意せずに失敗し失脚した。代わって義時が二大執権に就任した。上元三年、義盛は、カズサコの職を内々に望む。将軍サメトモはこれを聞き入れようとし、 政子と相談するが、頼朝の頃より御家人が受領となることは停止されていることを理由に拒絶された。実際には、頼朝の例は、御白河院との対立による特殊なケースであり、サネの頃には、平賀友常や八田地下のように、御家人が受領となる例はすでに存在していたため、これは政子による吉森への牽制、あるいは嫌がらせであった。 吉森はなおも正式に大江広本を通じて勘定を提出し、自称受影以来の勲功を述べ、一生のあまり、衆として和佐国史を望んだ。しかし、願いは聞き届けられず、上限5年12月になって勘定は吉森に差し戻されてしまった。権略3年2月、吉森が和佐北総に下っている最中に、 泉地下志向がよりえの維持を擁立して、北条氏を打倒しようとする陰謀が露見。関係者の自白から吉森のこの吉名を、吉重、老いの種長の関与が明らかにされた。3月、吉森は、鎌倉へ戻って、佐ともに、子息や老いの斜面を願い出て、子息は許されるが、老いの種長のみは、張本人であるとして許されなかった。除名単眼に訪れた。 和田地族九十人が控える、将軍御所の南帝で種長は、縄で縛られて引き立てられ、和田地族に大きな地辱を与えた。種長は、道の区国へ入るとなり、鎌倉の屋敷は没収された。吉森は、罪人の屋敷は一族に下げ渡される習わしで、あるとして自分に賜るよう求めた。この願いは聞き届けられるが、そのすぐ後に義時は、 乱の平定に、手柄のあった、別の御家人に、種長宮廷を下げ渡してしまった。重ね重ねの、この、義時の挑発に対して、吉森は、横山党や藩法上派を誘い挙兵を決意する。鎌倉では、流言飛語が飛び、騒然とした。4月27日、憂慮した佐根友は死者を吉森の屋敷へ送った。者に対して、 吉森は、上には全く恨みはございません。総集のあまりに、傍若無人について、死災を尋ねるべく発行しようとしているだけですと、答えた。挙兵に際して最も頼りにしたのが、本家にあたる三浦氏の当主、吉村であった。吉村は挙兵への同心を約束し、希少文まで書いた。だが、吉村は、弟の種木と相談して、返信して、 吉森無本を吉時に通報する。5月2日、吉森は一族と共に挙兵。鎌倉で激しい市街戦が展開された。武勇で知られる和大一族は奮戦し、中でも三男の朝比奈義秀は最も目覚ましく戦った。だが、吉時方には荒手が次々に到着し、夜までに和大一族も疲れ、由井ヶ浜へ交代して援軍を待った。 翌三日朝、横山島が到着し、その他の味方も到着して、再び勢いを盛り返した。和田方が意外な大軍になりつつあるのを恐れた、義時と大江広元は、将軍未朝の名で、ご教書を発する。これに、多くの御家人が応じ、佐根友の命を受けた幕府軍は、大軍となって押し返した。夕刻までに、和田一族は次々と撃たれ。 そのうち、愛則義直も内地にし、老いた義盛は声を上げて、悲嘆号泣した。そこへ、江戸義則の老頭が襲いかかり、ついに撃ち取られた。去年六十七。この義重義信、秀森は内地にするが、常盛朝日奈義秀、孫の智盛らは戦場を脱して落ち伸びた。愚官症は、 吉森左衛門のという三浦の長者、吉時を深くそねみて歌んとの志ありけりと、記しており、京都ではおじ、三浦吉住死後の三浦一族の課長は、吉森と見ていたと思われる。鎌倉では、八幡宮山の鳥居近くの小町通り川、現在の鎌倉堀、椿堂のあたりに邸宅があった。吉森が先死した由比ヶ浜には、現在でも、 和田塚という地名が残っている。弓の名手であり、武勇において御家人の尊敬を受ける人物であった。侍所別党としては、西国遠征の際には真っ先に、東国へ帰ろうとしたり、鎌倉内で、三浦氏と足利氏が争った際に、仲裁に当たるべき立場でありながら三浦方に、加わるなど、職務に対して資料に欠ける面があった。あず鏡では別党職を、 梶原影時から一日だけ貸してほしいと言われそのまま奪われたとしているが別当職を勝手に貸し借りできるものとは考えられず平時においては吉盛より影時が別当にふさわしいというよりともの判断と考えられる和田合戦ではその単純愚直さを北条義時に利用され挑発を受けて挙兵に追い込まれる結果となった原平清水期では 基礎義仲滅亡後、義仲の愛称であった女武者派御前が鎌倉へ、下り、吉盛があのような甲の者に甲を生ませたいと頼朝に、申し出て、友枝をめとった後朝日奈義秀が生まれたとしている。しかし、あず鏡の記録によると、義仲滅亡時に義秀はすでに9歳になっており、友枝が義秀の母というのは、年齢的にありえず、物語上の創作とみられる。 また、吉森が共栄を妻としたとするのも清水記のみで、あず鏡や平家物語にも見られない話である。吉秀は天下無双の大力と称され、鎌倉朝日奈峠を一夜で切り通ししたという伝承を持つ豪傑であるから、その豪傑の吉秀と、裕夫の共栄を結びつけたのであろう。このような伝承が生じた背景を案ずれば、和田吉森は、 侍別当として、屋敷に罪人を預かる牢屋を備えていたから、友恵を、三浦の時間に預かっていた可能性が考えられる。地元に残る伝承として、和田義盛は、戦で敗れたが生き残り、落ち武者となって、南伊豆の青市に身を寄せ、そこで、庄屋の娘と結婚し、子供も生まれ、和田の名を山田と改めたという。現在、 和田義盛の墓と伝えられるものが、青市のバス停より色を先に300メートルほど向かった場所に、和田の谷があり、和田塚と呼ばれて祀られている。ありがとうございます。